パンポーン。こちらはエルデンリングの攻略動画となります。ネタバレを多分に含みますので、そういうのがお好みでない方はブラウザバックを推奨いたします。壊れちゃって、あ、ここか。あいつら戦ってんな。トロルのあれがあるんだね。なるほどなるほど。赤スカラベか白スカラベか。戦機ほっ、あ、やべ、白スカラベちゃんダメです。あなたはおっぱっ、危ねえ。そんなんがあるのか。当たってしまったぞ。結構痛かった。はっ、お前お前それはまずい。今はまずい。今はまずいぞお前。相手 OK 回復。びっくりした、急に出てくんだもんだって。オッケー、うーん、あんまりダメージ入ってないな。広ませたいな早く。84、全然ダメージ入ってないな。これ変えるか。間に合った。うわー、いて、やべ、危ね、ギリ。今出して応募します。危ねえ、キリキリ、危ねえ。この辺にかがり火があると信じてるんだが、ビッグベアまでいる、やば。ああ、あいつ忘れてくれたな。ある、あるあるある、やっぱりある。そりゃあるでしょうよ、こんなんとこにね。急に呼び出されちゃった。あいつ絶対許さねえからな。許さんぞ。その前にお前と喋る。リアルカレー偉大なる尊大なる魔術の学び屋よ。なぜ物を閉ざす。私は奇跡頭をかぶれるのか。誰ですか。しまくるぜ、とりあえず。ほっ、オッケー。結構入ったね、夜の騎兵上に。さあ、広いところ行こうぜ、広いところ。危険をポンポン。いった、マジ、ポンって急に出てきたな。あれ、俺のこと忘れてる。またオッケー、また消える。すんごい、あー、また落ち着いた。なんだ、こっち側で戦えないのか、あいつは。なあ、めんどくせえ。お前そんな方向まで行ったら消えちゃうだろ。いや、これが一番楽な気するけどな。ガーカンの強化のタリスマンつけるか。これ消えるで、つけるか。ガーカン強化のタリスマン、オッケー、だいぶ強い。また消えちゃうじゃん、あいつもう。もうなーに、勘弁だぞ、これもう一回は。こいつやってて楽しくないボスなんだから。おいおい、お前ほんとつまらんのだ。危ない。うわー、これ衝撃あんのか。めっちゃめんどくせー。おいと、このめくりな、めくり、その近場のめくりやめて。ほんとに弱いくせに、お前めんどくささだけはすごいな。
お、5000か。でもなかなか美味しいな。表層、おい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 、ケイパル違うな。不要属性霊気で月の王女ラニに仕えた戦士の戦技、回転させた武器に霊気を呼び、そのまま月氷の槍を放つ。おお、月の王女ラニ、月の王女ラニ、月の魔女レアナだったっけ。レアラだよね、あれは。月の王女はまたいるのか。魔法系と月とかの関係はちゃんとあると思うから、その辺のキャラクターも用意されてるって感じか。誰？ああ、空物だ。空物どもが襲ってくる。そうですね。天衣門、天衣門がある。あ、でもここに地下室がありそうだな。浄化された廃墟、浄化された異教徒どもめ、浄化されたな。ちょっと周りからね、周りからチラッと見てね。まずは周りを見る。周囲の確認が大事。ビッグベアがいたからね、ここにもいるかもしれない。ビッグベアじゃなくてビッグザリガニがいたそんな、あ、誰かいる。あれ、あんた、あー、やっぱり同じことを、同じことを言っているが、でこのままともし火に向かっていくとすると、あいつに食われてしまうという、そういう話の流れなんじゃないか。そういうことなんですか、これは。さあ、みんな暗い地下から出ておいで。巫女様に我らの武道を差し上げよう。あ、てかと、ってことは地下があると。戦記、はい、しょ、わあ、地下っぽいぞ。なんかここやっぱりやっぱりな。さあ、ブドウがでここにあるんでしょう、多分。さあ、私にブドウをくれ。巫女様に捧げるためのブドウを。え、あ、こんだけか。はい、ブドウありました。日本指の伝承、また信仰を高める、語は上がる。なるほど。指は声を持たず、だが雄弁であった。どういうことですか。指は必要にうごめき、空に信仰を、神秘を綴った。そして我らは言葉を得た、信仰の言葉を。指上下にない4本指じゃない。信仰の人たちが崇めてるのは2本指だったと思うんだけどな。巫女様に捧げる前にちょっと行ってみるか、あいつで。一旦クレイモアでやれるかどうか見てみて。よいしょ、よし、行ってこい。ダメっぽいね。どうですか。うほほ、マットショット、マジのほん。わあ、よく見える。おお、でっか、危ねえ。あれ、なんだこれ、なんだこれ、どうなった。わあ、なるほど、これはグラブか。やめてやめて、危ねえ。いってな、家庭だ。しかも OK、 なんでなんで、クソ、マジでこのエビ。よし、あとは離れて続けてな。よし、オッケー、なんとかなった。シロソギ肉だけかい、マジかいブドウあげるよ、あげるよ。みんな震えた手で私にくださいます。言葉なく叫びながら私の目を優しく撫でてくれます。その手は細く広く痩せていて、それとも私にブドウをくださるんですけれど、あなたはとても強く感じられるのです。なるほど、指の加護あらんこと。そうですか。さあ、頑張ってくれ。はぁ、あ、あー、でもダメージはそうでもないか。おっと、取れたな。しかもなんか着込んでるな、こいつ。あー、
つやることはやったな。お、それはまずいのでは。マジか。オッケー、なんか出る。何もなっせん、何もなっせんですか。ああ、壁際ゴリゴリいってるけど、あ、こっち側か。あ、こちら、これ上に行ったところだ。じゃあ関係ないな。あれ、早いね、あなた。ここから先にまたあるんですか。ぽいとこあっためっちゃぽいとこあったな。いや、でもアイテムはないか。あるわ、炭石プラニ。そんだけか。なんかここら辺にあるのかな。いやー、あ、ありそう。ラフレシアだな、魔法のラフレシア。あ、なんだこいつ。あー、なるほど、発射されますよって。あ、そういう、そういうものなのね。なるほど。あー、で、なんかルーンで動いてるみたいな、そういう設定なのかな。あいつらを射出するドローンなわけだ。あそこにちょっと怪しい建物がちょっと見、おっと、おっとっとっと、なるほど、どこだ。一瞬寄り道して、いやー、カニさんが、カニさんが寝てるよ。起きたな。おっ、あぶね、炭石酸化、あぶね。なんか水没してるな、都市が。うっせ、あっぶね、マジか。あいつ、あいつコントロールやば。しかも北部か。しかも祝福あり。なるほど、地図をゲットしました。水没した都市。あ、おおおおお、だいぶ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 、てか全部出たんじゃないか、これで。ここですよね、ここの転送門にちょっと行ってこようかなと思います。じゃあ行ってみるか。あれ、あ、オッケー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 、転移。あ、あー、なるほど、ここに転移できると。そうだね、門の前なんだろうな。はは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 。で、封印されてるから鍵がいるよと。そういうことですね。ロストグレースディスカバード。どんな感じになってるんですか。待ち合わせの地図。簡易な地図を手に入れました。インベントリから確認してください。はい、わかりました。あったあったあった、情報だね。死体の持っていた簡易な地図、待ち合わせの場所を示しているようだ。この男また求め続けたのだろう。封印された学院に入るための唯一の手段。学院の奇跡会を。あれ、記されてる、記されてはないな。ちょっとくぼんでるところがあって、近くに島がある。どこここかぽいな、ここだな、ここっぽいね。で、本来ならここからこう行く感じなんだろうね。よし、なるほど、いいもんゲットしたし、祝福も手に入ったし、 OK だな。で、ここの敵はどんな感じなんですか。あれ、地名取れません。はい、オッケー、一発ダッシュアルツ最強。おらららららら、どうして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 、モブはガードに鉄壁、邪魔だ。いや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 、なんだあれは。え、ああ、自走式の感じですか。あそこ弱そうだけど、なんか一回ね、あったんだよね。待ってね、これだ。頭頂部の円結を落下攻撃する策はあるが、そういう時は稀だと。はいはい。あ、なんだ、ここにちょっと一旦触ってみて、ちょっとここで覚えておきたいな、一応。まあ、これはずっと後ろに回っておけばいいみたいな感じだとは思うんだけど。あ、痛い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 
あ、なるほど。ここの一部分に攻撃当てる。あさ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 あ人の部分に攻撃与えれば大ダメージですよって。うわあ、食らうな。そういうことね。頭頂部、いやちょっと消えるんかい。しかもマジか、火の花。どうやって頭頂部に登るのあれ。まあ稀であるって書いてあるから頭頂部に行ける道もあるけど、まあ大体行けないよっていう、そういうことなんだろうね多分。なんか取ったな。エンタテ。ずらしゃ。体験。お、格好のレザーコート。格好の危険、奇跡ってのもあったし、格好ってのもなんか関係あんのかな。ちょっと一旦見てみるか。サーコートには奇跡の流星とそれを除くも格好たちが描かれている。奇跡の魔術師によってその肉体は仮初めに過ぎない。格好だけがそれを知り見守るのだ。格好の兵士たちを用いる魔術もどき、制作可能なアイテムの一つと。なるほどね。あのあいつらがやっぱ使ってるやつだ。あれ、なんかいるぞ。指弓のおばあちゃん。バーに読ませておくれ。見せましょう。ミケラ様に縁がある。殺戮殺戮殺戮。百聞の棒はそれを得ず、あんたがそれを大壺からかっさらうとさ。ザマミロ、ザマミロさね。ミケラってあの賭け身の人だっけ。あれは見たんだよな。どうだったっけな。でも大壺から奪うってことは、俺はあの壺男を殺す羽目になるということか。そういうことなのか。嫌だね。嫌な予言聞いちまったな。よし、じゃあとりあえずここはこんな感じってことは分かったので、別のとこ行こうかな。ということでここに来まして、絵描きのボロやね。なんか進めそうな気配があったので来たんですけど、進めなかったら諦めます。どうだ、ここ行けるか。あ、行けるね。行ける行ける。とりあえずパーッと見ていこうかな。なんか燃えてるね。え、なんか新手の宗教団体みたいな感じになってきたな。一旦こっち側でかがり火。あれ、火車ここにもいるのか。面倒だな。まあ無視だな。特に大したもん出てこなかったし、くすぶり町の上位版みたいなのしか出なかったから、まあよしでしょう。教会かな。そうだね。あれ、雫ないな。あ、結びの教会。亀の王よ。マジか、亀の王よ。遊び人のことですかな。結びの教会によく参られました。ミリエル、ミリエルさんって言うんですか。恥ずかしいことにこのように荒れ果てておりますが、時にご自分はご存知でしたかな。どのようなやり方か、ちょっと知らないです。人は皆は大事なことは忘れてしまいましたので、娘の教会がかつて黄金樹と月、その2つの王家が和睦を結び、赤い髪のラダゴン様と満月のレアナ様がちぎる。あ、ラダゴン旦那か。はい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 、うん。今この教会は共に望んでいるんですよ。王都の黄金樹とレアルカレーの学院を。レナラさんを見捨てた旦那ね。ラダゴンってどんなご用でしたか。見学ではご自由ください。ご案内はできませんが、セナマイをお持ちいただいても構いません。学びを探しておいてですから、私の近くをご自由に伝えましょうと。おろろろろろ、マジで恵みの祈祷、恵みの祝福ってことは叙々回復スールかな。で、危険とカーリアの体験。いや、1万、おー、なるほど。カリア王家と祈祷両方とも教えてくれるっていう、そういう人か。ラドゴン様でございますか。ラドゴン様、赤い髪の眠りで英雄でございました。おこんじゃろくでよくせい、これ以上、しかし戦いませんレアナ様について、侵略の戦いを食い、カーリアの女王たる彼女の伴侶となりました。しかし、最初のエルドのゴッドフレイが狭間を追放されたとき、彼はレアナ様を捨て、黄金城の王都に戻り、女王マリカの王妃、2番目の夫となり、二
2人目のエルデの王となったのです。はあ、なんでですか。そうですね、レナラ様は、うん、カーリア王家の女王、そしてリアルカリア学院の統治者、美しくも偉大なる満月の魔術師満月。しかしオッタラダナ先生は心をなくしてしまわれ、学院が王家に反旗を翻した時、その大書庫の補修となってしまった。ほー、なるほどね。じゃあ今補修の身なんだ。買うFP 消費16だったら戦技と一緒だな、ほとんど。ありがとうな。これがレナラ様の感じか。食材？あ、なるほど、ここは食材の境界なのか。ははは。はそして宝箱と黄金の縫い針、黄金の裁縫道具。あれ、裁縫道具と縫い針ってことはこれポックじゃん。デミゴットの衣装のための特別な縫い針。満月の女王の夫となったラダゴンの婿入り道具の一つ。婿入りしたんだね。デミゴットの防具についても祝福で調整することができる。へえ、デミゴットの防具じゃ一つも持ってないけど、デミゴットと戦ってその装備を手に入れた場合は調整ができるよっていう、そういうことか。軽装にして軽い状態で戦えるよっていう。なるほどね。